はようございます。出勤したらまずはお着替え。服装はトレーナーにユニクロなどのパンツ、またジャージなど保育園ごとに決まっています。保育業務も行う場合はエプロン必須ですね。おはようございます。ハルトくん、おはよう。毎朝健康チェック表、連絡ノートを確認し、お家で鼻水が出ていたんですね。今朝からですか？保護者の方から健康状態などを聞き取ります。これから体調が変化しそうと思ったら、何かあったらお電話しますねとお伝えしたりします。いってらっしゃい。感染症の兆候がある場合は登園をお断りすることもあります。今日お休みの子はいますか？体調の悪い園児や登園時点で怪我をしている園児がいないか、また欠席の園児がいないか確認し園長に報告します。感染症などで欠席がある場合は、休みの園児の人数を保護者が確認できる場所に掲示したりします。ハンドソープの補充やおもちゃ消毒用のアルコールが不足していないかも確認します。おもちゃや園内の消毒も看護師の大切な役割です。この時間は保健だよりの作成や身体測定の記録をまとめたりします。看護師の位置づけは園によって異なり、通常は保健室のような場所にいるということもあれば、保育士と一緒に0歳児の担任や副担任となることもあり、保育業務を行いながら看護師のお仕事をすることも多いです。夏は園庭の気温確認をしたり、プールがあるのでプール前の健康観察や水温確認、他には塩素の濃度管理、またプールの監視員をすることもあります。11時はお昼ご飯の時間、保育士さんと一緒に食事の介助をします。自分で食べることが難しい場合は全介助、自分で食べることができる子は見守りです。その時のクラスの年齢によって介助の仕方は変わりますね。食事の前にお茶を飲ませて飲み込みやすくします。誤嚥などがないように観察しながら食事介助を行います。アレルギーがある場合、事前に給食を作る際に該当のものを取り除くという対応をしているのですが、念のため食事内容も確認しています。また他の子の食事を食べてしまわないように細心の注意を払いますね。昼食後にお洋服が汚れているときはお着替えをします。お昼寝の時間はみんなが眠れるように背中をトントンしたりして寝かしつけのお手伝いをします。起きている姿も可愛いですが、寝ている顔もすごく可愛いので、子供が好きな人が向いている職場ですね。午前はあっという間に過ぎ去り、看護師のお昼の時間です。持ってきたお弁当を食べたり、外に出て買い出し OK であればコンビニに行くこともあります。園によっては給食を食べることもできるそうです。交代で休憩に入っている保育士さんの補助をします。睡眠のチェックをしますね。乳幼児突然死症候群予防のため、0歳は5分ごと、1歳は10分ごとなど望ましい間隔が決まっているので、一人一人確認していきます。うつ伏せで寝ているときは乳幼児突然死症候群のリスクが高まるので仰向けにしたり、タオルケットがお顔にかかっていないかなども確認していきますね。あれ、ちょっと暑いかな。お昼寝明けは検温です。保護者への連絡基準は園によって異なりますが、例えば 37.5 度以上が2回続いたら連絡します。その間他の園児とは離れて一緒に過ごしたりします。ここからお迎えの時間まで主に保育の補助です。月齢に合わせた遊びや自由遊びの見守り、おやつの介助、保育士さんと同じ仕事となります。園によっては看護業務が少なく、ほぼ保育業務ということもあるので、できるだけ看護業務をしたいという希望があれば、面接などで確認することが大切ですね。もし受診が必要な怪我が発生した場合は、保護者へ連絡し、一緒に受診することもあります。お帰りなさい。少し鼻水が出ていたんですが、元気に遊んでましたよ。一日の最後はお迎え。保護者の方と毎日お話しすることで、子どもの成長を共有するのはすごく嬉しかったりします。もし怪我などがあった場合は、園長先生と一緒に保護者に説明をすることもあります。最後にその日の怪我や欠席状況など保健衛生関連の記録を残して終わりです。お疲れ様でした。
本日ご紹介した保育園の看護師さんなど、新しい看護師のお仕事を探したくなったら、ジョブメドレーさんをチェックしてみてください。看護師の勤務先や働く場所はいろいろあるので、本格的な転職活動だけではなく、パートやアルバイト、看護学生さんにおすすめの看護助手のアルバイトなども掲載されているようです。通常転職サイトに登録をするとたくさん電話がかかってくるのですが、ジョブメドレーさんはしつこく電話が来ることはなく、自分のペースでお仕事を探すことができます。給与面や診療科など細かい指定もできるので、自分に合ったお仕事を見つけやすくなっています。私だったら、あ、新規オープン、これ選択したら院内切れそうですね。あ、市長管理職っていう項目がある。市長さんってこうやって転職してるんですかね。大事なのはやっぱりボーナスですよね。私はね、二交代派なんですよ。あ、すごい、隙間時間勤務っていうのもある。いろんな働き方があるんですね。あとは私は駅地下が大事なので、私だったらここもチェックしちゃいますね。またスカウト機能というものがあり、会員登録をしてプロフィールの登録をすると、それを見た採用担当の方から直接メールが来ることがあります。ここから応募すると採用率が通常の 1.7 倍になるそうです。そしてお給料もお仕事探しで大事なポイントですよね。概要欄にある年収診断の URL から7つの質問に答えると想定年収が算出されるそうです。ぜひ転職の参考にしてみてくださいね。概要欄にジョブメドレーさんの URL があるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは今日の動画は以上となります。皆さんいかがでしたか。今日の動画が良かったよと思ってくれた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。